はい、こんにちはです。はい、こんにちは。やはりね、こうやって壁が綺麗になったんだけれど、うん、このトイレットペーパー、あのままじゃ、ちょっとね、悲しいので、ペーパーホルダー。ペーパーホルダーを作りたいと思います。はい。スリアの方行って、こちらの材料を買ってまいりました。それでは作っていきましょう、はい、まずですね、こちらを切っていきたいと思います。17センチだね、大きいの気がしてきた。もっとちっちゃくしようか。はい、線を引きました。それではこれから切っていきたいと思います。はい、いやいや散らかってますが、やっていきましょう。すごい違和感がある。そうだね、無事切れました、はい、しかしこのままじゃ落ちてしまうので、うん、今度はこちら、やはりセリアの方で買ってきました。そう、いろんなもの売ってんだね。そう、いろいろあるんだけれど、ね、うん、全て加工しないと作れないということに気がする。いこれはね、うん、こうやってやって、うん、こう通そうと思ってるんで、うん、再びこちらも切っていきたいと思います。やりましょうか。お願いします。なんとなくなんだけれど、私の頭の中では、うん、ここをこうします、はい、ね、で切って、でそのままスポンって抜けちゃうんで、ここをこうキュッて曲げて、うん、やれば突っかかっていいんじゃないかなと思っていますので。なるほど、よろしくお願いします。同じ方向に曲げるの、それともトイレットペーパー入れたらそっち上方向に曲げるとか。上も方向、これを上方向に曲げて、うん、こうやってプラーンってなった時にこういかないように。そう、なるほど、こんな感じですね。ほい、はい、まずこんな具、そしてこちらを置いて、よいせ。で、ここでちょっとね、長さを決めていきたいと思います。気持ち長めに切っております。そうだね、助かります。曲げポイント、ここら辺かな。はい、はい、とりあえず掴んだ。私の中ではキュッてなる予定なんですけれど、やってみましょう。いろねで応援してます。え、嘘、ガタいんだよ。あれ、キュッていく予定なんだけどよく女性のこう DIY でこう曲げましたとかって言うんだけど、実際その人さん曲げるのってすごい大変だと思う。待って、え、ここでやらないといけない。いや、実際大変だと思います。こりゃ応援しかできない。はい、私の力ではどうにもならなかったので、はい、道具の力を借りたいと思います。はい、こちらですね、こんな感じ。こうやって正しいやり方かどうかは分かんないけども、これで曲がります。せーの、ほ、待って、ほ、あ、もうちょっと内側から、もうちょっと、せーの、あ、いくいく、ちょっとずつやるんだね、これ。お、面白いぞ。はい、なんとか曲がりました。こちらね、棒がやっとできたんで、今度はこちらを塗るかどうしようか考えたんですけれど、このメイクシートの方を使ってやってみたいと思います。こうかな、やっぱりこうかな、横だな。測るのめんどくさいですかね。1、2。こんな感じが、よし、ここで切る。さっきのよりはなんか貼りやすそうな感じがする。接着力と粘着力が、そうだね。壁貼るのに比べたら楽、やっぱりちっちゃいから。なんか、それっぽくなったよ。それっぽくなったね、うん、すごいね、面白いね。面白いね、こういうの使うってありだね。こいつ、ついた、よし。お、でもね、こっちやっぱりガサガサだからつきにくいね。では、これをこうして先にあれ、位置を決めていきたいと思います。事件発生しました。はい、これね、こうやってくっついてくるんだけれど、うん、見えるかな、このネジ1個ネジがないの。え、待って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 、これは全部4つとも、うん、ネジがね、わかる、ネジ山っていうのがな、あるんだけれど、ネジ、は
い、ネジが1本、ネジが2本、ネジが3本。君は多分リベットだこれ。待ってって感じだね。初めて。まあ、シラスの中のタコを発見した程度に考えとけば。まあ、その子のことは忘れよう。問題はこっちだ。マヨネーズ、まっすぐ、ちょっとねじこう。難しい。こうやってチキンを、なんか。見て見て。なんとなくそれっぽくおしゃれにできたよ。できました。ほら、おお、いい感じです。いい感じです、うん、やっとできました。はい、なんでね、取り付けたいと思います。ここら辺かな。こうやれるのを考えたらここら辺ですね。はい、できました。はい、こんな感じです。今回ね、材料費なんですけれど500円でした。ではですね、まだこちらが余ってるんで、ここら辺にもう一個棚を作ってトイレットペーパーとか置けるようにしたいと思います。はい、よいしょ。板になりました。位置はですね、こんなもんですかね。はい、そんな感じで。ではつけていきます。はい、できました。こんな感じになりました。リスちゃんが乗っております。リスは大切です。やってみて思ったんですけど、これめちゃめちゃ簡単。こちらやっぱり加工がね必要なんで、こちらの方が大変でした。そうだね、その金属の加工がちょっとネックになっちゃうね。そうだね。まあでもね、ただこれをつけるだけだったらすごい簡単なんで、ぜひぜひ皆さんやってみてください。はい、はい、どうもありがとうございました。